ねあせよひよんです。ぎすごいっていう感じか。今回はですね、リクエストが多かった、この前やったんですけど、ひよんの1週間ご飯を今日から撮っていきたいと思います。で、今回はちょっと夜ご飯だけに絞って、1週間の夜ご飯ということで皆さんにご紹介したいと思います。つべこべ言わずで始めますか。それではいっ。はい、って感じで今日から1週間ご飯を皆さんにご紹介したいと思うんですけど、最近やっぱりもうずっと家にいるので、ちょっとね Uber Eats だったりなんか出前だったりコンビニご飯がそろそろダメだなと思って、ちょっとだけ自炊をね始めるようになったんですよ。で、今日はちょっといろいろ食材を買ってきたので、ご飯を作っていきたいと思います。で、今日のメニューはですね、シチュー、あとブロッコリー、フィオンが大好きなブロッコリーのちょっと炒め物というかを作りたいと思います。まずブロッコリーのものからいきたいと思います。ブロッコリー、シチューは急に食べたくなってシチュー食べようと思って買ったんです。あとまあトマトとかアボカドとか、あとね最近ゴールデンキウイっていうのかなを買ってて、キュウリは美容にいいので夜に食べてます。朝に食べたら火をね吸収しやすい感じになっちゃうんですって。だから夜食べるようにしてます。はい、そしたら次はシチューを作っていきたいと思います。かぼちゃとウインナーとこの玉ねぎがあるので、玉ねぎのシチューを作りたいと思います。まず袋のままレンジにかけられますので4分30秒。ウインナーは小さめの乱切りってどのぐらい？乱切りって何？乱切りとは乱切りで、今日シチュー作るんですけど、シチューもなんかヘルシーなやつ、豆乳で作れるやつにして、あと小麦粉とかバターとかを普通使うらしいんですけど、それを使わないで作れるやつにします。まあ大丈夫でしょう。で、かぼちゃを切らなきゃいけないから洗いましょう。はい、洗いました。そしたら、熱そうなんだけど、あっちっちだよきっと、これめっちゃくちゃ熱っ。熱っ。キッチンペーパー、はい。これさ、ホクホクすぎてさ全部溶けちゃうんじゃない？もしかして、もしかしてだけど、もしかしてだけど、この赤い色を半分に切ってみましょう。簡単に切れる。あっという間にできた。で、玉ねぎ全部入れちゃう。よくない？もう一回。なんか透き通ってきてる気がする。ウインナーとかぼちゃ、簡単じゃん。豆乳、550、そして味噌ね、味噌、味噌、お味噌、お味噌、お味噌、味噌なんて初めて聞いた。具が多すぎ具が多すぎるし、これ一人で食べるのかね。いただきます。かぼちゃとウインナーと玉ねぎの豆乳シチューと、ブロッコリーとホタテのアヒージョ風炒め物になります。食べます。うん、え、おいしい、おいしい、恐る恐る。
かんない、これシチューじゃない、なんか味噌スープとかに、うん、おいしい。ウインナー、ウインナー一緒に食べたらおいしい。スープだけだとちょっとうんってなるけど。次何作ろうかな。もっとレシピが増えて上手になりますように、皆さん願っててください。気ままにひよんでした。はい、今日のご飯はですね、こちらです。たらん、青汁豆乳ココアです。作り方はまあいろいろ紹介してるので、もう作ってしまいました。で、なんで今日はこれなのかというと、昨日作ったシチューをですね、朝と昼にたくさん食べてしまい、もうお腹がいっぱいで、ちょっと夜をねしっかり食べてしまうと太ってしまうので、今日はこれで済ませたいと思います。おいしい、熱々。でもね、この青汁豆乳ココアをみんな作ってるよってコメントくれたり、なんかタグ付けしてくれたら本当に嬉しくって、でこの前もまたアマゾンでなんかよく買われてるセットで、オリゴ糖と青汁パウダーみたいなやつと、あとココアの3点セットでアマゾンで出てたよって教えてくれた方がいて、すっごく嬉しくて、皆さんありがとうございます。いい、はい、今日の夜ご飯はこちらです。たたん、みんなも知っているであろうフィオンの大好物、混ぜて食べるパリパリ麺サラダになります。で今回は、ファミマで買ってきました。で今日ちょっとお仕事をして、お昼をですね韓国料理食べたんですけど、ビビンバチヂミとサムギョプサルを食べたので、ちょっと今日は軽くこれで済ませたいと思います。なんですけど、ここにトッピングを欠かさないのがフィオンですね。はい、って感じで、ここにこちらフィオンが大好きなかぼちゃサラダ、これはローソンのものなんですけど、フィオンはこのローソンのかぼちゃサラダが大好きで、ちょっとね何個かストックしてるので、もともと買っておいたこのかぼちゃのサラダとフィオンの大好きな納豆を混ぜて食べたいと思います。トッピングが大好き。作ります。もうね秒でできる簡単ご飯で、これマヨネーズついてるんですけど、つけるときとつけないときがあって、ちょっと今日はお昼にカロリーをたくさん取ったのでなしにします。でかぼちゃのサラダ、納豆、本当に納豆はフィオンの人生でなくてはならない食材の一つ。すし酢、混ぜ混ぜ、美味しいって分かってるから早く食べた。本当にね、みんなに食べてほしい。このパリパリサラダ麺、パリパリ麺サラダ、まあ、どっちだ、と、この餃子、あ、餃子じゃない、なんで餃子って、なんで餃子って言葉が出たの。はい、って感じで、2日目のご飯になります。いただきます。このサラダにハマって、どんぐらい食べたかな、多い時1日昼これ夜これって食べてました。それぐらい大好き。最高、本当に美味しいの。味もそうだし、このドレッシングと納豆のコラボレーション、さっきからコラボレーションコラボレーション言ってるんですけど、本当コラボレーションが素晴らしすぎるので、みんなも食べてほしい。でも最近はやっぱり家にいることが多いので、ちょっと自炊をするようになりました。で、炊飯器を買ったんですけど、ちょっとその炊飯器が特殊な感じで届くのが7月になるので、また届いたらちょっとご紹介したいと思います。で、この前自炊やって餃子を作ったんですよ、人生初めて。結構美味しかった。自炊したら下で楽しいなって思ったから、だから炊飯器も買ったし、餃子作る前はその炊飯器買おうなんて一回も思ったことなかったんですけど、なんか実際作ってみて、あ、なんか結構楽しいと思って買いました。
やっぱ自炊の方がカロリーコントロールできるし、今は家にいることが多いので、ね、バランス考えないと本当に太っちゃうから大変ですよね。みんなは何食べてますか？気になる。この期間によく食べたものがあったらコメントでぜひ教えてください。とっても美味しいです。はい、って感じで2日目の夜ご飯でした。食べ続けます。今日のご飯はですね、なんとオンマがおかずをフィアに持ってきてくれたので、ちょっとオンマのご飯を久しぶりに食べたいと思います。で、今日のメニューがこちらのチャプチェ、あとこちらのお芋のなんか甘煮込みみたいな感じを今日の夜ご飯にしたいと思います。でですね、チャプチェは少し簡単に炒めてから食べたいと思います。じゃあこれをそのまま入れちゃいます。韓国料理屋さんの匂い。春雨の色がちょっとね透明になってきたら OK。完成。いただきます。ピオンはチャプチェが大好き。最高。あと、冷たい。冷蔵庫で冷やしてたから冷たい。チャプチェの春雨があると思うんですけど、春雨は普通の日本のスーパーで売ってる春雨じゃなくて、チャプチェ用の春雨なの。そうそう、タンミャンっていう麺なの。タンミャン、こういうの。今日の夜ご飯はこんな感じです。今日のご飯はですね、自炊をしたいと思います。で、作るのはこの明太子と鮭、サーモンを使ってご飯作りたいんですけど、もうちょっとちゃちゃっと作っちゃいますね。はい、はい、って感じで今日のご飯を紹介する前に、昨日フィヨンが鮭の明太子と一緒に作ってたと思うんですけど、なんとカメラが途中で止まっていて、しかも食べるのに夢中になってしまい、撮影するのを忘れてしまって、写真しか撮っていなくって、本当に申し訳ないんですけど、ちょっと写真でお見せしたいと思います。昨日はこんな感じのご飯でした。本当は鮭を使いたかったんですけど、鮭がなかったのでサーモンに、マヨネーズと、まあ、明太子を混ぜて上にのせてムニエルみたいにしたものです。で、今日も自炊をしたんですけど、今日はこんな感じで、なんかすっごくね男飯みたいになっちゃったの。今日はホタテと新玉ねぎが残ってたので新玉ねぎ入れて、あとしらすを入れて、なんかバター醤油炒めにしてみました。って感じでいただきます。ホタテが大好きなので。あとぬか漬けを今日は切りました。ホタテを食べたいと思って買いに行ったんですけど、安くなってて490円ぐらいのが390いくらになってて、おっと思って買いました。はい、って感じで今日のご飯はこんな感じです。昨日動画撮れなくてごめんなさい。はい、ってことで1週間ヒヨンの夜ご飯メニューラストのご飯はヒヨン丼にしたいと思います。この期間ヒヨン丼を食べていなかったので、ヒヨン丼を食べたいと思います。で、ブロッコリーは準備ができていて、ちょっと今日お仕事でバタバタで、すっごい今お腹が空いてるんですね。だからちょっとね、今日はコンビニでいろいろ買ってきました。まず1つ目、じゃあ6種具材のひじき煮とヒヨンの大好きな素材の味わいかぼちゃサラダと、たらん、サラダサーモン。あとは、納豆とトマトを入れたいと思います。もう今日はちょっとねお仕事があって、朝ごはんを食べたきりでお昼を
完食でしか済ませられなかったので、もうね、もりもり丼にしたいと思います。ひよんもりもり丼、もりもりひよん丼か、もりもりひよん丼にしたいと思います。あ、本当にお腹が空いている。ずっとお仕事中にお腹が空いた音が鳴っちゃってて、めっちゃ恥ずかしかった。トマト、あ、最近スプーンを買ったんです、新しく。可愛いでしょ、白とね、茶色。あ、そういえばね、ここめっちゃ綺麗になったんです。すごくない？どうですか？それだけ。でもこれ本当に何年も食べてるけど本当に飽きないのはなぜ？すごくないフィヨン、なんか。はい、って感じであっという間に完成。はい、いただきます。お腹がペコペコや。でもフィヨン丼を食べる時もまず最初にトマトとかなんか生野菜から食べるように心がけてます。一応おいしい、染み渡るこれ家ではめるようにしてるシルクの手袋なんですけど、シルクって肌に触れてるだけでなんか肌が綺麗になるんだって。だから家にいる時こういうシルクの手袋をつけてたり、あとお風呂入る時にその濡れないようにするキャップあるじゃないですか。そういうのがシルクの素材のがあって、そういうのやると髪の毛があんまり傷まなくなるらしい。でもこうやって1週間夜ご飯メニュー取ってみたけど、バランス的にどうなんだろう。だいたい本当にずっと家にいたので、だいたい毎日2食っていう感じで朝とお昼兼で食べて、でちょっとお腹空いたらなんか間食して青汁豆乳ココアだったりお菓子とかも食べたりするんですけど、まあ夜ご飯はだいたいこんな感じ。もうそう考えてみたらやっぱり夜にあんまり米は食べないかも。なんかお米とかパスタとかはあんまり食べないようにしてます。はい、あとはだいたい、まあ今が5時54分なんですけど、ご飯を割と早めに食べるようにしてます。いかがでしたかまあこんな感じでフィヨンの1週間夜ご飯メニューを動画で撮ってみたんですけど、この動画が楽しかったりまた見てみたいなって思ってくれた方はぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。クラーン、アンニョン。また食べます